皆様こんにちは、小川淳也と申します。6分の時間ですから、私が今の政治をどう見てるか、そして立憲民主党をどうしたいか、それによって何を実現したいか、簡潔に申し伝えたいと思います。今の政治いかがですか。この10年、極めて国家主義的で権威主義的な政策が押し通されてきた10年でした。これになすすべがなかった。私はもっと国家に従ってこその国民ではなく、国民の自由や人権、そして公平公正な社会、このいわゆるリベラルの立ち位置をしっかり日本の政治の中で打ち立て直したいと思っています。同時に、この10年、嘘や偽りやごまかしが平気で語られる国会、そしてそれに貢献した人たちが出世をし、正しいことを言おうしようとした人たちが虐げられ、場合によっては自ら命を落とす、こんな国会や政府を見て国民はどう思ってるか。全くもってこれは国会や政治だけの話にとどまらず、日本社会の隅々まで、末端までモラルを崩壊させ、倫理観や正義感を失わしめている。こうした状況にも徹底して戦っていきたいと思っています。そして極めつけは、この1年半コロナで例外なく皆さんが大変な苦しみと悩みと困難の状況に置かれてきた。しかしこの国の政治は残念ながらこれに十分寄り添う言葉と政策を持ち得なかった。これは一体どこから来ているのか。いわゆる特権的な支配階級とも言うべき人たちの政治が続いてきた。私はこの対極を行く庶民から根を生やすように生まれてきた政治をもう一回この国に作り直したいと思っています。したがって私が目指す立憲民主党の姿は、国家主義的な価値観と対峙をし、まさに国民主権、リベラルの気風を根本とした政党として再び立ち上らせたいと思っています。そして嘘やごまかし偽りと徹底的に対峙し、誠実で嘘のない実直な気風を旨とした政党にしたい